今日は風が穏やかですね。この間はごめんなさい。私、確かにだんだん心が人間に近づいてるかもしれませんね。でもそのせいで気がついたんです。心と体は不可分のもの。人間の心は人の体に宿っていて初めて正常なんだって。あなたはどなたかと二人でここに来ることありますか？景色を眺めたりおしゃべりしたり。あ、別に詮索したいわけじゃないんです。ただあるのかなって。そうですか。あなたはたくさんの人から頼られる人気者ですからね。実は少し不安になったんです。私、学校では人間の女性ということになっているので、私があまりあなたと一緒だと誤解を広げることになるのかなって。もしそうなら遠慮なく言ってくださいね。あなたが他の方と親しくなるのを私が邪魔しちゃいけないんです。この屋上は本当に眺めが素敵で、だから放課後に来ると時折二人きりでいる方たちに出会うんです。肩を寄せ合ったり、お互いの体を抱擁していたり。以前は何とも感じなかったのに、近頃はなんだか辛くて。あれは私じゃ決して手に入らない触れ合いの形だから。心が人に近づくって裏を返せば自分がいかに人と違うかを知っていくこと。心がどんなに近づいたって人間になれるわけじゃない。そんなの初めから分かってたのに。ごめんなさい、また取り乱して。でも私、あなたが大事っていう気持ちは変わりませんから。この先もずっと。でも不思議なんです。なぜこんな気持ちになるのか。あなたのことを大事っていうこの思いは一体何なのでしょうか。これが友情。あ、そっか、私気づいてしまいました。生きると同じくらい大切な自分のもう一つの望みが。でもそれは機械の私が願っていいものじゃ。帰りましょう。君か。それは
あな。よし。俺のお世話もだいぶ板についてきたろ。素人農園にしちゃ上出来だよな。苦労した甲斐あったぜ。ほれ、聞こえねえか？お野菜ちゃんたちの喜ぶ声がさ。だろ？なんか愛着湧いてきちまったぜ。俺って意外と向いてんのかな。この勢いで農場とか作ってみっか。コツコツ世話してりゃちゃんと答えてくれるのっていいよな。地道な積み重ねが実を結ぶ瞬間ってやつ。秋っぽい俺でもやりゃできんじゃねえか。こういうのやっぱ大事だよな。俺が育ててやってたつもりが俺が育てられてたのかよ。お、今の名言っぽくね。やっぱ俺すっげえでかく育ってるわ。お野菜ちゃん、いやお野菜先生に感謝だな。その上食ったら栄養になるってんだし。まあ人生何やるにしても大振り一発狙いだけじゃダメってこった。コツコツ準備してチャンス来るまでじっと我慢して、ここぞって時にいいのかっ飛ばすのが真のスラッガーってわけよ。これがお野菜先生たちの教えってな。君も覚えておきたまえよ。うん。もしかして俺人生の何たるかを悟っちまったか。こりゃいっそ本でも出すか。伊織純平俺っち流野菜人生みたいな。本も野菜も売れてうっはうはだろう。いやー俺ってやっぱ天才。さてありがたい話はこれくらいにして、もうちょいお手入れしときますか。いい仕事したぜ。またなお野菜ちゃんたち、暇な時にまた顔を出すからさ。んじゃ今日は戻りますか。また時間あったら声かけてくれよ。やるじゃない。バーイ。
物語の続きを書いているんだ。この間はどこまで話したかな。そうだ、ピンク色のワニと小鳥が友達になったんだね。ワニはそれはそれは嬉しかった。初めての友達だから、毎日一緒に川で水浴びをしたり、小鳥の歌を聞いたりした。だけどワニはいつもお腹を空かせてた。なぜって、ピンク色だからさ。森では目立ちすぎる色だ。彼の獲物はみんな彼が見つける前に逃げてしまう。ある時彼は空腹のあまり目を回して、彼の口の中で眠っていた友達の小鳥をバクンと食べてしまった。彼はすぐ気がついて顔を真っ青にした。黒沼の水を飲んで吐き出したけど、小鳥はすでに息絶えていた。そして彼は何も食べられなくなった。そこまでしか書いてないんだ。最後をまだ考えついていないから。もし君がそう思ってくれるなら、僕は君に何かを与えられるのかもしれない。僕が誰かに絶望以外の何かを与えるなんて思いもしなかったけど。以前君に日記を書いてると言ったね。あれは嘘なんだ。このノートに書いていたのは遺書。現実と向き合えずに恨みつらみばかりを書き殴っていたんだ。今はこのノートに物語を綴っている。拙いけれど僕の少ない人生で得た全てが詰まった話だ。出来上がったら真っ先に君に読んでほしい。君に会って書こうと思ったから。物語の終わりはいろいろ考えたんだけど、まだ決められない。時間がないのに。それじゃあまた会えることを祈って。帰ったか。なんかさ、うんうん、
attention, please. Thank you. じゃあ始めましょうか。進路相談って言っても長話する気はないの。結局はあなた自身が決めることだしね。じゃあ一応型通りの質問ね。進学と就職、あなたどちらにするつもり？そう、ちゃんと考えて決めたんなら先生はもう口出ししないわ。大事なのは自分の頭で考えて決めたかってこと。自分の責任で決めなかったことはいつか誰かのせいにしたくなる。その時一番辛いのは自分自身だからね。でも実を言うと私、あなたのことはあんまり心配してないの。あなたこの1年で顔つきも言動も見違えるほどしっかりしてきたわ。自分で気がついてる？あなたを一番変えたものって何だったのかしら。そう、まともあれ、あなたなら先生がいろいろ言わなくても大丈夫そうね。よろしい、話はそれだけよ。3年に上がっても頑張りなさいね。じゃあ次の人は、アイギスさんね。悪いけど声かけてきてちょうだい。お願いね。ああ、進路相談？次、アイギスさんだっけ？さっきまでそこにいたけど、なんか出てったぜ。屋上じゃね？最近たまに一人でいるの見かけるし。ああ、お疲れ。つうか、あいつって受験？就職？なんか謎多いよな。でも、あの子って最近なんか変わった？なんつうか表情とか。またお前そういうナンパな考え、いい加減卒業しろよ。そうじゃねえって、俺はたださ。ごめんなさい、一人で勝手に。悩みってわけじゃないんですけど、少し考えたくて。年が明けて気持ちが落ち着いてきて、私一つ気づいたことがあるんです。涼二君と戦ったあの日、私意識が遠くなっていくのをすごく怖いって感じたんです。それだけじゃない。相手を倒せないって分かった時も、自分の無力が悔しくて混乱して。10年前に同じことがあった時はそんなの全然感じなかったのに。私本当変わりましたよね。何が変わったのかずっと考えてるんです。前の私は、わからないことは誰かに聞けばいいだけでした。でも生きるって決めた途端、それじゃ答えの出ないことばっかり。でも一つだけ
分かってることがあります。私があなたのそばにいたかったのは、ですから目を離さないためだったけど、私デスがいなくなった今も、私あなたのそばにいたい。生きるってどうすることかまだよくわからないけど、私見つけたいんです。あなたと一緒なら見つかりそうな気がする。だからお願い、一緒に連れて行ってください。力不足かもしれないけど、私精一杯戦いますから。だから一緒に。よう、頼んだぞ。何を持ってきた？それ今日はいつもより安くしてやる。好きなものを選べ。何を探してる？弓矢は古くから使われている。新しいのを調達しておいた。時間があるなら見ていくといい。ゆっくり見ていけ。何かでかいことが待ってるらしいな。君たちの全てをぶつけてこい。何を探してる？もういいのか？じゃあな。この鳴き声、やっぱり転がるね。また会えて嬉しい。鳥居の前にいないから心配してたの。でも元気そうでよかった。
おしゃれさんになったのね。よしよし。あなたはここの寮の人？コロマルは今こちらでお世話になっているの？それは素敵な関係ね。少し羨ましい。あなたにまた落ち着ける場所ができてよかった。ああ、気に病まないで。あなたはあなたが選んだ場所で生きたらいい。もう行かないと。お二人ともさようなら。しましたか？なるほど、そうでしたか。先ほどの女性ですが、一度コロマルさんを引き取ろうとしてくれたそうです。ですがその時のコロマルさんにはまだなすべきことがあって、当然ですが彼女はそのことを知りません。なのでおそらく今でもコロマルさんの気持ちを勘違いしたままだと思われます。あなたはさっきの、どうかしたの？もしかして、コロマルのこと？大丈夫、ちゃんと分かってるから。言葉にしなくても、感じ取れることってあるでしょ？あの子、優しくて賢い子だもの。だから私は平気。でも気にしてくれてありがとね。あなたの隣にいた時のあの子、神主さんと一緒にいた時と少し似ていた気がしたの。きっとあなたのことを心から信頼してるんだと思う。コロマルのことどうかよろしくね。コロマルは素敵な出会いに恵まれてるのね。その出会いやつながり大切にしてね。これからもあの寮にいるんでしょ？また会いに行かないとね。
あの、それは、なあなあ、ほれほれ。そういえば、そろそろ進路相談だね。だね。そういうの私らなんて答えればいいんだろう。あ、コロちゃん。あんま適当なとこで寝ると風邪ひくよ。ん？どうしたの、アイギス。あそこに小型のカメラがあります。カムフラージュされてますけど。な。ここを通る人を撮ってるってこと？そっか。そういえばこの寮、作戦室からどこでもモニターできるんだっけ？ということは、私たちの個室にもついているんですか？考えたことなかった。てか、多分ある。私去年使ったことあるし。え、本当に？でも確かキーがあるはずだし、さすがに男性陣が覗きに使ったなんてことは、もしあったらニュクスの前にまずそいつから討伐よ。世に言うお嫁に行けないという心理状態ですか？てかもうこれいらないじゃん。ミツル先輩に行って外してもらおう。そうですね、カメラ今動いてますね。ヤッホー。
ありがとうございます。不思議ですね。冬の晴れの日ってなんだか夏より光が強い気がします。太陽が低くて見上げなくても目に入ってくるからかもしれません。見慣れた景色だけど、本当は全く同じ時なんてないんですよね。毎日の暮らしと同じ、命と同じ。もうすぐですね、約束の日。1月31日。私もそういう風に落ち着けたらいいんですけど。私、あれから落ち着いて考えてみたんです。おばあさんやみーちゃんさんのこと、清さんと会った時のこと。みーちゃんさんは命が終わる瞬間に一人だったんでしょうか。誰も知らないところで、おばあさんは見届けたかったんじゃないでしょうか。生きることは人とのつながりなのに、命は有限で別れを避けられない。悲しいけれど、私とあなたにもいつかそれは訪れる。もう二度と会えなくなる。生きるってわからないことばかり、苦しいことばかり。出会ってつながって楽しくて、いなくなって取り残されて一人になる。私は機械です。心がどれだけ人間に近づいても、この体に血が通うことはありません。壊れても交換できて、整備が続く限り終わることのない存在。そんな存在でもわかるんです。同じ景色なんてない、同じ一日なんてない。すべてのものは消えて生まれて常に移り変わっていく、有限で儚いもの。だからこそ大事で愛おしくて無駄にできないって思える。だってそんな流れの中で時間と場所が重なるなんて一つの奇跡だから、出会いや人とのつながりは嬉しいんだと思います。そしてそれが多分生きる喜び。悲しくて優しい限りあることの輝き。そう考えたら迷ってる暇なんてないです。今の思いは今伝えないと。私はあなたとの時間が欲しい。あなたといろんなものを見て、いろんなところに行きたい。あなたとの経験が、思い出がもっとたくさん欲しいんです。こんな願い迷惑だって分かってます。あなたの有限な時間を自分のような存在が奪ってはダメだと。それでも私の願いは、私はあなたの一番の友人でありたい。ごめんなさい、言葉が出なくて。この思いを伝えられたらそれだけでよかったのに。でもこうして言葉をもらえるとやっぱり嬉しくて。ありがとうございます。今日こうして伝えられたこと、私は絶対に忘れません。そろそろ帰り、あんまり遅くなって大事な友達がまた風邪をひいたら大変です。
なあ、頼む。ありがとうございます。もう少し寄ってもらっていいですか。あ、はい、そのあたりで良さそうです。それじゃあ撮りますね。イエーイ。よかった、今度はちゃんと撮れてます。以前皆さんで撮られていた時、私はこの場にいられなかったから。一緒の写真が欲しかったんです。私の目でも動画データを撮ることはできるのですが、どうしても主観である私はその映像に映らないので。あ、撮った後で聞くのはやや後の祭りなのですが、写真はお好きですか。ではその、よければまた次の機会などもぜひ。写真ってすごい発明だと思うんです。流れてしまう時間を切り取り、記録する装置、大切な光景を残しておきたいという人の思いが生んだ機械です。私は前まで機械であること、人と違うことに悲しさを感じていました。でもあなたに気持ちを伝えられて気づいたんです。人間の心と機械の体を持つ私だからできることがあるって。どんなに優れた写真も記録も思い出まで残すことはできません。記録と記憶は違うから。思い出は写真に写らない。人の思いは記憶の中にしかないんです。けれど人にはいずれ別れが来る。記憶はいつか消えてしまう。でも私なら、私は皆さんとの思い出をずっと記憶し続けます。私が皆さんの思いをずっと覚えています。皆さんが変わっても、いつか別れの時が来ても、絶対に。そうだ、これを受け取ってもらえませんか。それ、私がムーンライトブリッジで倒れた後に交換した部品の一つなんです。ミツルさんに頼んで届けてもらいました。私が機械である証拠みたいで、以前までは隠しておきたかったんですが、でも今は違います。これは私があなたを覚え続けるという証。その証をあなたに持っていてほしくて、私は最後まで決してあなたを
一人にはしない。あなたの命の終わりがたとえいつどんな形で訪れたとしても、私はその時必ずあなたのそばにいます。あなたのすべてを覚えておきます。私はあなたの友人で、あなたの思い出を記憶する機会でもある。それが私だけにできるオンリーワンの生き方だから。我は汝、汝は我、汝ついに真実の絆を得たり、ここに永劫の力はその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え永劫の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。アイちゃんたち、たっだいま。あ、皆さん、お帰りなさい。3人ご一緒にお帰りですか？駅でたまたまばったりね。ま、放って帰ってもかわいそうだし。へいへい、お心遣い痛み入りますよっと。あ、アイギスたちは何やってたの？ん？なんで写真？ああ、そっか。前撮った時は、アイちゃんいなかったから。あ、そうだ。写真。せっかくですから、皆さんもどうですか？お、そういや2年生組揃い踏みか。いいね。撮ろうぜ、撮ろうぜ。別にいいけど、誰が撮るの？さすがに自撮りで5人は。あ、まあ、代わり番号でいっか。じゃあ最初は私が撮るね。構図どうしよっか。
そうそう。話した平賀くんの油絵が最終選考の審査員の目に留まったそうです。こういうことは異例なんですが、平賀くん用に入賞枠を開けておくって。話が見えないんですけど、どういう入賞の内定と思って構わないそうよ。最高で最優秀賞、最低でも審査員特別賞。大胆な陰影による臨場感は神の領域とベタ褒めされたらしいわ。おめでとう平賀くん。やるじゃん部長。美術部始まって以来の快挙ですね。ということは僕もしかして、そうか、父さんに約束させたんだった。入賞したら僕のやりたいようにさせてくれるって。これでもう父さんの言いなりにならなくていいんだね。せっかくですからみんなでお祝いしませんか。そうね、やってもいいんじゃない。ありがとうみんな。特に君には変な気を使わせちゃって。行こう、お祝い君も来てくれるよね。盛り上がってるとこごめんなさい。平賀くん、詳しい説明をしたいからちょっと。あ、時間は取らせないわ。なんならみんな職員室の前で待ってて。話した審査員の人の勧めなの、あなたからアーティスト性を感じるって。その気なら留学先の手配をするって言ってくれてるんだけど、どう？留学？僕がアーティスト？留学だって平場先輩すごいね。あ、ちょっと君たち美術部の人？ねえ、平賀見なかった？平賀先輩なら職員室で今。あ、平賀、探したよ。ミカリンが倒れたの。ちょっと来て。え？うん、すぐ行く。先生、申し訳ありません。少し考えさせてください。医者にはなりたくないって言ってるけど、困っている人を見捨てられないのは
あの子の処分なんでしょうね。芸術性を持った開業医の息子か。教え子ながら羨ましいわね。なんかお祝いって雰囲気じゃなくなっちゃったね。みんなには私から説明しておくから、今日はもうお開きかな。おかえり。Что ж, на этом данный эпизод заканчивается. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии под этим другими роликами и, конечно же, прожимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока!